こんにちは、ダイエットトレーナーの根岸です。突然ですが、皆さんは痩せたら何かいいことありますか？実はダイエットってこれがすごく大事なんですね。痩せて何かいいことがあれば皆さんダイエット頑張れるんですけれども、痩せても何もいいことないと頑張れないんです。人間は投資に対して何かリターンがなければ頑張れない生き物なんですね。いつも言うように、痩せて異性を射止められたりとか、いい服、かっこいい服を着れたりとか、婚活に成功するとか、そういった明確ないいリターンがなければダイエットって成功しづらいんです。なので皆さんは痩せたら何かいいことあるのかっていうのをしっかりと考えてからダイエットにチャレンジしてください。